はい、こんにちは。11月7日のお昼過ぎにジョセフ・ティテルさんがライブの動画を流していました。ちょっとそれは置いておいて、そのティテルさんの動画の中で紹介されていたおとり捜査の動画がものすごく気になったので元の動画を見てみました。これ実はティテルさんの動画を見るもう何時間も何時間も前に視聴者の方がリンクをくださっていたものです。でその動画が本当かどうかわからないんですけれども、すごい勢いで削除されているようなので取り急ぎご紹介します。じゃあ内容いきます。私がこのことを今お話しするのには許可が必要だったのですが、まず私は政府関係者ではありません。でちょっとここで注釈を入れさせていただくと、この動画で喋っている人はスティーブ・パイズニックという作家です。民主党の作った選挙用の機械を購入使用することがどれだけ危険なことか、軍と民間の情報コミュニティは2016年の時点で分かっていました。他の人たちがあれこれ言っていることとは関係なく、これはおとり捜査なのです。トランプとエリック、このエリック私は誰だか分かりません。トランプとエリックは何が起きるのか分かっていたので、我々は投票用紙のすべてに QFS ブロックチェーン暗号コードをウォーターマークスカシとして入れたのです。なので投票用紙がどこにあってどこに行ったのか、誰が持っているのかが分かるのです。戦いのゲームプランを一回ひっくり返して、しばらく戦場から離れて敵にあえて間違いを犯させ、状況を操作し、悪事を暴露してとどめを刺すのです。すべてのことが想定内で予測されていたこと、おとり捜査の一環なのです。48時間前にワシントン州、デラウェア州、テキサス州、アリゾナ州、アラバマ州などの12の州に何千人ものナショナルガードが配備されました。トランプが天才なのはちょっと引いて敵が気がつかない間に敵を操ることができることです。彼はこれまで何ヶ月も何度もスティール・ザ・ボート、投票を盗むみたいな意味ですねというハッシュタグを使ってきていて、さらに自分の常識または知能を使うと発言していましたが、これは文字通りの知能、そして比喩としての情報コミュニティを指しています。我々は2016年にヒラリー・クリントン、そして今回はトランプ主導でバイデンの一家の悪事を暴露する予定です。ハンター、ジョー、ジル、ジム、フランク全員が犯罪に絡んでいて、それが今皆さんの目の前にあるのです。QFS ブロックチェーンのウォーターマークを投票用紙につけていることは公表されていなかったし、2万人のナショナルガードが動員されたことも発表されていません。今行われているのはトランプのとても賢いおとり捜査なのです。昨日の晩にやっと私がこのことを今日話してもいいと許可が出たばかりなので、これまで私は話すことはなかったのですということです。短いですが以上です。 Stay safe, stay healthy.